しょうちゃん。はい。そろそろシャワー浴びてきたら。うん。後で。後でじゃなくて、もう今入った方が楽だって。はい、というわけで今回は僕の、お風呂入って上がって寝るまでのところを撮りたいと思います。シャワールーティンで、シャワールーティンを撮っていきたいと思います。さて、しょうちゃんはどんなこだわりがあるのか。いつもシャワー浴びたときどっから洗うんだっけ。髪から、うん、なんかシャンプーにこだわりあったりする。シャンプーはどうですか、ありますか。俺はないよ。俺もないです。そうだね、でもどうだろう、どっちでもいい。シャンプーは特にないかな。リンス。ああ。ん？どうした？よし、はい、体洗っていきます。もう順番はそんな感じなの。シャンプーして、うん、リンスして、うん、体洗って、うん、こんな感じかな。うーん、上から洗っていく感じかな。え、顔は、顔はその後、うん、最後なんだ。しょうちゃん、洗顔とかすごいしっかりやってるよね。えらいなと思う。あまりちょっと肌が強くはないので、洗顔はやってます。ね、すごい泡泡。これは。そういうのがいいんだよね。うん、直接シャワーを顔に当てるのは良くないっていう風に聞いたので、手でコップ作って洗ってます。おう、うん、よし、終わり。お風呂上がってドライヤーをしようと思います。
けで僕もシャワーを浴びてきました。ゆっくりしようぜ。ゆっくりしよう。電気消すよ。おやすみ。ご視聴ありがとうございます。かわいいね。チャンネル登録お願いします。かわいい。